とりあえず終わったな。そうだな。X、ゲイトを連れて帰ってどうする？こんなダメージじゃ修理しても無駄なだけだ。分かってるよ。ただエイリアの同僚だったと思うと放っておけなくて。仲間がいなくなる寂しさは知ってるから余計にね。心配かけた。ちょうど迎えが来たようだ。大丈夫？二人とも。ゲイトなの？連れて帰ってきたんだ。 X の優しさってやつだ。ひどいなこりゃ。どうするよ。エイリアに任せるよ。余計なことをしたかな。ありがとう X。 できるだけのことはしてみるわ。任務完了だな。これでこれから長い任務が待っているぞ。何でも直してやるぜ。メカニックとしての腕の見せ所だ。私はイレギュラー発生率ゼロのプログラムやウイルスを完全にシャットアウトする完璧なプロテクトプログラムを、ゲイトに負けないようなプログラムを目指すわ。みんなで力を合わせてゆっくり確実に歩んでいこう。そうだな。長い旅は始まったばかりだ。今度こそ本当の理想国家を目指すぞ。人間とレプリロイドが平和に暮らせる世界を。エイリア、助かるかどうかわからないけど。 X、 あなたなぜゲイトを？同僚だろ。昔の話かもしれないけど、それにもうこれ以上レプリロイドを失いたくない。そうよね。ゲイトはもうダメかもしれないけど、あなたのその気持ちは伝わると思うわ。私からお礼を言うわ。ありがとう X。 どうやら全て解決したようだな。もう一人で十分かもな。そういえば X、 あなた見たんでしょ、ゼロの夢。それもナイトメアのせいだったのかしら。わからない。でも信じてるんだ。ゼロはきっとどこかで。イレギュラーハンターだからシグマになんか負けられない。だから生きてるさ。 X、 そうね。そうだな。シグマなんかに負けてたまるか。しばらく平和な日が続くだろう。俺は今やるべきことを片付けるとするか。しばらくイレギュラーハンターの仕事は任せたぞ X。 これが片付いたらすぐ戻る。じゃあな X。 ゼロ？え？私も今ゼロの気配を感じたわ。近くで呼ばれたような気がしてサーチしてみたけど何の反応もないね。確かに何の反応もないわ。大丈夫？少し休んだら？ごめん、大丈夫だよ。それにまたシグマが復活したんだから油断はできないよ。さあみんなで力を合わせて地球を元の姿に戻そう。そうね。みんなで今度こそ本当の理想国家を目指しましょう。なるほど。これを取り除くにはかなりの時間がかかりそうですね。
確かに最新のテクノロジーを使ったとしても怪しいものです。私でも完全に直せるかどうか。構わん、この辺りで手を打っておかないと。しかし今は特に異常は見つかっていないはず。あなたならそのままでも問題はないはずでは。余計なことかもしれませんが、これから先また大きな事件が起きたとき、あなた抜きで対処できるのでしょうか。心配してもらってすまないな。でも大丈夫だ。ハンターにはもっと優秀な奴がいる。それより俺自身が平和を乱す存在になることの方が怖いんだ。承知しました。覚悟はできているようですね。ああ。で、目が覚めるのはいつ頃になる？何事もなければの話になりますが、約102年後の8月15日前後になるはずです。わかった。成功を祈るとしよう。わかりました。ゆっくりお休みください。
な